片野春夫は日本の政治家。君党は極実総交渉。一回は小六くらい。副総長議会議員。不総長議会議長を3回歴任した。元、警察官。1948年11月4日、警察学校入学。1949年11月4日、三名駐在所に赴任。その後は、市宮警察署捜査係主任。 水保警察署、交通に係係長、港警察署外勤課長、警察庁、中川警察署刑務調査官を経て、1981年4月1日、床波警察署次長。1982年11月3日、刑務部付け退職。最終階級は警視。2008年4月27日、当選を、祝いだるまの右目に黒目を入れる方の退職後、 1984年の、不総長議会議員選挙に出馬し初当選。以降7期連続当選を果たし、2012年5月12日まで28年間在職した。在職中は、不総長議会議長、湖南には環境管理組合議会副議長、尾張北部水道企業団議会議長、庭広域事務組合議会議長、北議議長愛北広域事務組合議会副議長などを、 歴任した。2012年5月12日の任期満了をもって7期28年、勤めた、不総長儀を引退。2013年4月29日、地方自治功労により朝日総交渉を受賞。2020年3月、当時の不総長長、千田勝隆と方針の違いを覚え、不総長役場を早期退職していた、サバセ武ケを自宅に招き、 当初出馬するつもりのなかったサバゼを数人の町議と共に一緒に町を考えていかんかと説得した。選挙の結果、サバゼは不相町長,長に初当選。それを見届けた方のは、同年9月16日、死去。93歳坊津、信生6位。2008年4月27日、妻、サツ氏と2013年7月7日、江崎真澄の三男で、 衆議院議員の江崎哲馬と歓談する方のありがとうございます。